2009年撮影ゲイリー・マイケル・マニ、マウンフィールド、ゲイリー・マイケル・マニ・マウンフィールド、1962年11月16日隊は、イギリス、マンチェスター出身のミュージシャン、ベーシスト、DJ、ザ・ストーン・ローゼズ及びプライマル・スクリームでの活動で、知られる。本人曰く、俺がイアンを紹介されたのは1979年だった。まあ、あいつの顔は知っていたんだけど、 相手への視線を逸らさないような男だしね。あいつは猿の惑星が大好きで、俺は思ったんだ。マジかよ、こいつはすげえ奴だって。言っている意味、わかるだろうあいつは、俺が、ジェームス・キャグニーに似てるって言うんだ。くだらないことばかりして、時間を無駄にしているところがだってさ。スクーターに乗って出かけるとき、俺たちは、ただ走り回って、海岸でなんとなく、騒いだりして、 楽しかったよ。俺たちは、ノーザンソウル、パンク、サイケ、ガレージが好きで絆が深まった。いつも俺たちには、音楽があったね。ジョンとは、マンチェスターにある伝説のナイトクラブ、ピップスで出会ったんだ。口数が少なくて、思いにふけていて。けど自分と違う人たちと出会うのは、良いことだよ。お互いに、ウディアレーンの映画が大好きで、音楽と、スクーターも、大好きだったから。 そこから、すぐ友情が芽生えたんだ。1982年、イアンやジョン、アンディガズンズらが結成した、バンド、パトロールからイアンが脱退し公認のベーシストとして、加入する。同時に、バンドは、ファイヤーサイドチャップス、次に、ウォーターフロントとバンド名を変更した。マニの紹介で、ドラマーにクリス・グッドウィン、ボーカルに、カイザーという人物が加わり、 アンディの家の地下室でリハーサルを始める。3度のリハーサルの後クリスが脱退、バンドはそのまま4人で活動を継続し、スタジオで2トラックのデモテープを制作。その後ヤンがボーカリストとして、再加入しバンドはツインボーカル体制となる。しかしその後活動に進展が見られないことからカイザーが脱退、バンド自体の活動も停止してしまう。ウォーターフロントの活動が停止した後、 マニはヨーロッパに放浪の旅に出たり、地元のオペラハウスの照明係をしながら生活していた。イアンやジョンはバンドをザ・ストーン・ローゼズとして復活させ活動していたが、セカンドシングルサリー・シナモン発表後のツアー前にベース担当だったピート・ガーナーが脱退し公認のベーシストを探していた。インスパイラル・カーペッツのメンバーだったクリント・ブーンにそのことを相談するとクリントは 知人でもあり、マニの兄でもあるグレッグに事情を話している。マニはそのことについて、ヨーロッパから戻って街をぶらついていたら、兄貴がクリントブーンに会って、ローゼーズがベーシストを探しているらしいぞって言うんだ。クリントがイアンとジョンに会った時、あいつらは、ちょうど A1 かそこらでメンバー募集の告知を出そうとしていたみたいだね。確か、兄貴は、こう言ったんじゃないかな。ああ。 マニなら暇だよって。で、その場にも、ジョンから電話をもらって、来いよって言われてさ。俺としては、ものは試しにやってみるかって感じだったな、加入後の、活動については、ザストーン・ローゼズの講を参照。ありがとうございます。